こんにちは。クリスタメンタルワーカージャパンの森友文です。今回はクリスタルヒーリングについてお話をしたいと思います。まずクリスタルヒーリングというのはこういったクリスタル、天然石とかね、いろんな種類がありますが、こういったものを使ったヒーリングの手法になります。で、こういったクリスタルを使うことによって僕らのこうエネルギーですね、エネルギーを整えていく、浄化したりとか、活性化したりとか、本当に調整したりとかで、そういう形で、エネルギーを整えていく、そういう手法になります。で、石を使って、どういうふうにね整えていくかって言った時に、簡単にこのよくブレスレットとかねつけてる方もいらっしゃると思うんですけど、こうやってブレスレットとか石をこう身につけると、僕らの、人間のエネルギーが変化します。よくオーラとかってね聞いたことあると思うんですけど、もうオーラがこう何層にもなっているとか、オーラの色がどんな色とかね、どんな形をしているとか、そういうのを、聞いたことがね、あると思うんですが、その僕らの、オーラが変化します。こうやって身につけることによって、または近くに、置いといたりとか、持ったりとかすることによってですので、オーラ写真って言ってね、こうオーラの、状態をこう撮る写真なんかありますが、身につける前の、オーラ写真と、身につけた後のオーラ写真っていうのは、そのオーラの状態がすごく、変化している、変化するんですね。で、そういった形で僕らのエネルギーにすごく、影響を、与えるものになります、石というのは。で、この石を、使うことによって、エネルギーが、変化するので、いろんな、変化を起こすことができるんですね。こうやっていろんな石が、いろんな色があったりとか、いろんな種類があったりとか、そうやって、いろんな、種類がありますので、いろんな形で僕らのエネルギーをこう変化させることができるんです。で、エネルギーを、変化させると、どうなるかというと、人間の、オーラっていうのはこう何層にもこうなってるんですね。で、こう例えばこう手が、傷ついたりとか、なんか調子が悪いとかね、不具合があるときなんかは、オーラの方にそういった不具合があるんですね、必ずと言っていいよと。で、その、オーラ体のこう何層に持っている、オーラ体の、損傷であったりとか、傷とか、滞りとか、そういったものがだんだんこう降りてきて、最終的に出るのが、肉体になります。だから肉体に出ているのはこう最終段階なんですね。で、そういった時にこう肉体だけにフォーカスして、その、傷を治してみたりとか、その不具合をこう治していくってやった時に、こっちは治っていても、このオーラ体の方がね、まだ治っていないっていうこともあるんですね。で、そうなるとまたしばらくするとこう再発してみたりとか、また違う場所にね同じようなこう症状が起きてみたりとか、そういったことにも良くなるんです。なので、そういった観点から見ると、よりこう根本的なね、この症状が起きている、原因となる、上流の方の、調整をしていくというね、そういう、利点が一つあります。あとは肉体とかには出てないんだけど、こっちのオーラ体の方がね、傷ついているとかっていうこともあるんですね。で、そうなるとそれがだんだんこう降りてきて、そのうちこっちの方に不具合が出るっていう、そういう、ある意味こう未病のような、状態っていうこともあるんですが、定期的に例えばこうヒーリングを通してエネルギーをこう整えていくってやると、この、オーラ体の不具合が肉体に出る、肉体にね、何かこう不具合として出る前に、きれいにね整えることができるので、そうやってこう肉体レベルでこう発症させなくて済むっていうね、そういうエネルギーを整えることの利点があります。それとですね、石ですね。こういった石。これって石って意識があるので、ある意味生きているんですよ。だから、意識があるので、コミュニケーションをね、取ることもできるんです。で、そういった、能力とかをこう伸ばしていくと、例えばこの石がどういうね、使い方が適しているとか、この石はどういうところに置けばいいのかとかね、そういったことが、コミュニケーションを取ることによって、わかるようになってきます。で、そうすると、石っていうのは僕らよりもね、はるかに長いこう年月を、地球の、内部で過ごしているので、すごくいろんなこう英知をね、持っているんです。
なのでそういった英知を、教えてもらって、それを通して、ヒーリングにね生かしたりとか、そういったことができるようになるので、あの意思とコミュニケーションを取ることによって、あのよりこう奥深い奥行きのある、繊細なというのかな、より効果的なそういったねセッションがもできるようになります。だから意思とのコミュニケーションっていうのも、あの練習をねしていくうちにこうできるようになっていくので、すごくねあのそれはね便利な技術になります。あとはですね、さっきもねこう言いましたけど、いろんな種類があるので、いろんなこう意思をこう組み合わせることによって、いろんな形でこう僕ら自分自身のエネルギーとかね、お客さんのエネルギーっていうのを整えることができるんです。なので例えばチャクラっていうと、そのよく7つのチャクラとかね、12のチャクラとか言いますけど、この、12のチャクラで言った時に、その12種類のこうエネルギーの、波動ですよね、波動というかエネルギーの質があるわけですよ。で、石っていうのはすごく、僕ら人間よりもはるかにこう安定的なエネルギーを持ってるんです。だからこの安定的なエネルギーを、そのチャクラに近づけることによって、対応するねチャクラに近づけることによって、そのチャクラと、この石のエネルギーが共鳴して、そしてチャクラがこうその奥だけで整っていくと、そういうようなね、ことにもなるんです。でそうやってこの整えることにもなるし、でそうやって整えてくれるものがこうやって何種類もこうあるので、いろんな場所をいろんな形でそうやって整えることができるっていうのが、特徴の一つになります。あとはですね、クリスタルに興味がある人なんかはやっぱりクリスタルヒーリングをねするとすごく綺麗だし楽しいんですが、そんなにこうね石自体には興味がないんだけど、でも自分のこうマッサージとかね、こうリラクゼーションとか、そういうセッションにこう取り入れている方もいます。でその方たちは、大体ねどう言うかっていうと、大体すごくね自分のセッションが楽になったって言います。クリスタルヒーリングっていうのは、石をこう体の上に置いたりとか、体のね周りに置いたりとかって、そうやって置くだけなんです、簡単に言うと。だから何か自分でこうね一生懸命ね押したりとか、しなくても、ね、集中したりとかでしなくても、勝手に置いてしまえば、あとはそのまま、石がやってくれるので、すごくね自分のセッションが楽になったっていう人が多いです。で実際にマッサージとか受けたことがある人でも、石をね、5分ぐらい置いとくだけで、その自分の体感としてもなんかすごく1時間ぐらいこうマッサージされた後のね、こうちょっと気だるい心地よさみたいな、そういうことを感じる人なんかはすごく多いです。そうだから本当にね石のこう置き方さえね覚えてしまえば、で覚えなくても別にね、こうテキストみたいなのがあるので、それを見ながらこう置くだけで、簡単にこういろんなヒーリングができてしまう、エネルギーのね調整ができてしまうっていうのが、誰でもできるヒーリングだなっていうのが、もう一つの大きな特徴になります。ですのでご家族であったりとかね、またもちろん自分自身もそうですし、お友達とかお客様ね、そういった方に簡単にやってもらえるのがクリスタルヒーリングだなと思います。であと僕自身の、体験なんですけれども、僕が一番最初にこうクリスタルヒーリングを受けた時は、僕が、受講生でこう一緒にね生徒同士で練習するようなそういうタイミングだったんですね。でその時に石をこう体の周りに置いてもらって、3分ぐらいこう寝ているっていうそういうセッションだったんですが、その時ね僕も、初めてだったんで、ね、驚いたんですけど、その時僕はね唾液がすごいいっぱい出てきたの、じゅわってで、なんか犬みたいな感じでそうやって出てきて、でその後に何これすごいなと思ったら、涙がこうツーって出てきたんです。ですごく悲しみとか全然なかったんですけど、そうやってこうね体にも触れてないし、体の上にもこう何かね触れてもいないのに、周りにそうやって石を置くだけで、そんなにこう肉体がね反応するぐらいこう影響するんだっていう、そういうふうに、その体験をしたのはすごくね僕にとっては衝撃的であり、感動的でしたね。であとはそうやってこうヒーリングを受ける人たちなんかは、僕と一緒にこうヒーリングを学んだ仲間たちっていうのかな、は40代のね40代の女性が多かったんです。でその女性たちって
ていうのは、一緒にこう学んでしばらく会わなくて、まあ、2年後ぐらいにね、こうまた会ったりすると、すごくね、綺麗になってるなっていうのが、普通に単純にね、なんかすごくみんな綺麗になってるなっていうのが、印象的でした。だから、そうやって、まあ、クリスタルヒーリングをね、自分たちにやったりとか、そうやってやることによって、こうエネルギーがね、整うんですよね、綺麗になる。だから、そうやって綺麗になったエネルギーが、だんだんこう、肉体レベルとかに降りてくるので、本当に2年経った後なんだけど、ね、その2年前よりもこう、若々しく綺麗になっているっていうのはすごく印象的で、それだけこう、エネルギーを整えるってことは、その人の本来持ってるこう魅力を引き出すことになるんだなって思いました。で、僕自身もね、やっぱりすごくね、若く見られることが多いです。海外とかね、行くと、大体お酒買うときには ID 見せろってね、言われますし、日本にいても、よくね、大体10歳ぐらいはね、若く見られるので、そうやって自分のエネルギーをね、綺麗に保って若々しくいたいっていう方にも、クリスタルヒーリングは、すごくおすすめします。はい。では、今日はこんなところですかね。はい。では、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。